私のミュージックズ収録です。あ、始まるんですね。もう始まったんですか？おざちのミュージックズ。皆さんこんにちは、小沢千尋です。3月5日土曜日午後3時を回りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？この番組は音楽と動物をテーマに、丸山動物園 PR 大使でシンガーソングライターの私小沢千尋がお送りするトーク番組です。去年の7月から丸山動物園とのコラボという形でスタートしまして、今年に入ってね、トーク番組になって、で配信も初めて2回って変だな、今年に入ってからやったんですよね。まあ、今日はあれですよ、もう来週3月12日丸山動物園での私のミュージックズトーク&ライブイベントが開催となります。まあ、開催近づいてきたということで、ラブ・ウィズ・ラブ愛と生きよう開演ソングの振り付けをしてくれたダンサーあゆみさんから今日は動画コメントも届いているので、楽しみにしていてください。ということで、私のミュージックズ最後までお付き合いください。ミュージックズ。さあ、いよいよおざちのミュージックズライブイベントが来週3月12日土曜日に迫ってきました。楽しみだね。この番組始まってから割とすぐにね、丸山動物園でライブしてほしいとかっていう声もあったから、それがやっと叶うっていうので本当嬉しいのと、まあ、ずっとこうやって遠隔というかオンライン上でこれを届けてきたので、みんなに会える機会ができたっていうのは本当に嬉しい。さらにね、再来週この私のミュージックズ最終回となるので、その前にやっぱ集大成として、やっぱりこの私もね、音楽を届けながらこう丸山動物園でイベントができるっていうのも、やっぱね、これは何より嬉しいことだなと思います。で、そんな来週のイベントに向けてですね、ライブ・ウィズ・ラブ愛と生きようの振り付けをしてくれたダンサーのあゆさんからコメントが届いています。まずあゆさんといえばね、私のライブでもよくバックダンサーをやってくれていて、I Love My Family とかも一緒に踊ってくれたり、あとはミュージックビデオにも登場してくれてます。1989っていう私のオリジナル楽曲で登場してくれていますね。で、普段は、講師をやったりとか、あとは道外のメジャーのアーティストさんが北海道にライブしに来た時にダンサーさんをね、こうまとめていろいろ指導していたりとか、そんなこともしてるんですけど、もともとあゆさんとは私小さい頃、小学生の時にアクターズスタジオってダンスボーカルスタジオに通ったんですけど、そこで一緒にレッスンを受けていた仲間なんですよね。で、もうすごいお姉さん的存在なんだけど、あゆさん本当面白かったな、スタジオで。なんかね、本当にね、なんて言うんだろう、なんかな、本当に誤解を恐れず言うと、ずっとふざけて遊んでるお姉さんだったんですよ。とにかくなんか面白いっていうイメージで、だけど歌って踊ったらまたかっこいい。で、当時はね、あゆさんのね、ボーカリストっていうイメージが強かったんだけど、私もそのうち上京してデビューしてってやってる間に、もうすごいダンスを勉強されていて、帰ってきたらものすごいかっこいいダンサーさんになってたんですよね。だからあゆさんダンサーと言いつつ、ものすごい歌も上手くて、本当に多彩な方で、で、お子さんもいるんですけど、すごいパワフルで、一緒に LA 行ってみたりとかね、してたり、本当になんかどん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 進化していく超パワフルママだなと今は思っています。で、楽曲というか、今回の曲の振りを依頼した時に、とにかくみんなで踊れる振り付けがいいですと、私たちがこう踊るだけ、ライブパフォーマンスするために踊るだけではなくって、それを見てみんなも一緒に踊れるのがいいなっていうのと、
あのコロナ禍で作った楽曲なので、なんかこう遠隔でも一緒に遊べるような感じがいいなっていうのでお願いしたんですよね。だからなんかこうやって手を挙げるシーンとか、例えば動画と動画をねこう組み合わせたりとかしたら、こうやって一緒に手をつないでるように見えたりとかっていう風にも作れる振りになっています。じゃあそんなあゆさんからのコメント動画、なんかいろいろ振りのポイントなんかも教えてくれています。どうぞ。おざちのミュージックズーをご覧の皆さん、こんにちは。ダンサーのあゆみです。はじめましての方もいると思うんですが、私はですね、札幌市を拠点にダンサー、そして振付師、あとはインストラクターとして活動しています。丸山動物園の思い出はですね、私のちっちゃい頃からあったので、家族でお出かけをしてみんなで、こう動物を見た後にとか、ラーメンを食べてるイメージですね。はい。結構なんか閉店間際までいたので、こうちょっと肌寒くなった時にラーメンを食べるっていうのが思い出にあります。で、私も息子がいるので、息子も動物園大好きなので、息子と一緒に行ったりとか、はい、してますね。はい。あと年パスもかなりお得なお値段なので、年パス買ったりとかしてます。はい。で、熊のところとかもですね、熊がこう近くにこうね、来てくれたりとか、あとは狼がこう歩いてるところを間近で見れたりとかもするので、そこが私的におすすめスポットだと思います。そんな私はですね、丸山動物園開園ソングにもなってます、ライブウィズラブ、愛と生きようの振り付けをしました。皆さん見ていただけたでしょうか。はい。で、こちらの振り付けはですね、結構ダンサー的なステップも入ってるんですけれども、練習すれば必ずできるステップになっております。ちょっと体動かしたいなとか、いい汗かきたいなっていう方はぜひぜひ練習してみてください。で、あとは歌詞に合わせて振り付けもしてるんで、歌詞と一緒にこう見ながらでも最初はいいんですけれども、ちょっと歌いながら踊るとこう順番が覚えやすいかなと思います。なので歌詞にもぜひ注目してみてください。で、あとはこうですね、動物になった気分でワクワク、キャンキャン、そしてのびのび踊るととてもなりきれますんで、はい、動物になりきってやってみてください。はい。最後にお知らせなんですけれども、私もいろんな活動をしてますので、気になる方はぜひ私のホームページ、そしてインスタグラムなどなどチェックしてみてください。よろしくお願いします。ぜひ皆さん一緒に踊って楽しみましょう。よろしくお願いします。あゆみでした。あゆさん、ありがとうございました。なんかね、いつも会うと本当にふざけてぺちゃくちゃ喋っちゃうんだけど、動画ではなんかすごいもうダンサーあゆさんのかっこいい雰囲気が出てましたね。さあ、エンディングの時間になりました。おざちのミュージックズ、来週はですね、3月12日土曜日午後2時から丸山動物園で、おざちのミュージックズトーク&ライブイベントが開催です。皆さんに会場でお会いできるの楽しみにしています。会場に来られないよという方も、再来週にはまた配信がありますので、お会いできる日を楽しみにしていますよ。ということで、あとね、開演ソングになっている Live with Love 愛と生きようが現在配信中です。2月19日から各主要サイトで配信されています。ぜひね、あゆさんが今日教えてくれたポイントなんかもチェックしてもらいつつ、 TikTok なんかもチャレンジしてくださいね。そして、そうなんです、来週はね、私のミュージックズートーク&ライブ丸山動物園でありますけども、再来週なんと私のミュージックズ最終回です。最終回は生配信でお送りします。そしてなんと1時間スペシャル1時間と言いつつ2時間になるかもしれないし、短くなるっていうことはないかな。1時間何があるんだろうね。これまでの振り返りとか、
あと新しい最新情報とかいろいろお届けしたいなと思っていますけど、このコロナ禍で始めたこの番組、皆さんの感謝の気持ちをたっぷり込めてお送りしたいと思っているので、ぜひ最終回も皆さん3月19日土曜日午後3時開けておいてください。よろしくお願いします。今日もお付き合いいただきありがとうございました。したっけねー。おざちのミュージックズー。